裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。それで、次はどこに行くんだ？病院の出口だ。その後だよ。まあ、焦るなって。人がいない。みんな消えたのかな？だろうな。あいつの計画通りなら、外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか？ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。
霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。ここはダメだ。引き返せ。これもちょっと無鉄砲すぎるか。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。どうした？こんなところでくたばるんじゃねえ！
霧がまだ残ってる。強い位置数あぶない。なんだこの霧。ここはダメだ。なんだろう、あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。Thank you.
鳥居だな。ダメだ、引き返せ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥居から霧が出ていたのか。みたいだな。お前が浄化できるとは思わなかったよ。白か、使えそうだ。なんだろこれ。ここはもういい。目的地に行くぞ。